こんにちは。ちょっと準備間に合わなくて、これからアイロンを していきますね。緑好きなの？好きですよ。ペンライトカラー緑なんで、これはそのペンライトカラーの決まる理由になった服です。はい、アイロンします。本当に時間なくてやばかったです。しかも今水飲もうとしたらペットボトルの蓋開いててこぼれてました。もうやだよ、いいことないやん。何もアイロン壊れてたんで急遽新しいの買ってもらいました、お父さんに。なんかどんな安いアイロンでも最初はめっちゃいいんですよね。だから私あんまり美容とか好きですけど、特にそんなこだわりないんですよ、アイロンとかに。なんかたまにこだわりある人いるじゃないですか。私全くなくて、何でもいい人なんで、このこれを使ってますよ。そして時間がなくてもうやばいです。お昼寝してて、そう、お昼食べて30分寝ようと思ったら時間なくて、ちょっとやばかったんで髪の毛もやってます。あ、ナナさんハートありがとうございます。ありがとう。あ、角吉さんハートありがとうございます。アイロンになりたい人生だった。怖いよ、熱いじゃないか。キンキンありがとう、ペンライト。あ、マリナちゃんこんにちは。なんかすさんもこんにちは。ともみもこんにちは。いつの水？今日の水ですよ、さすがに。今日の水です。ちょっと飲みますね。なんか声ガラガラすぎて飲む。やばい、もう散々だよ、もう本当に。コノンさんはじめまして。 NNB48 の9期研究生、ゆきのこと古川ゆきのです。今イベントに参加してるんで、あ、テロップ出してない。3時半まで、あ、1分に始めたから31分に終わろうかな。仕事中やから一瞬だけ頑張ってね。ありがとう。ことちゃんハート100個ありがとう。あ、ともみだるまありがとう。私のだるまポーズこれです。ちょっとよくわかんなくてポーズが緑が好きっていうか、緑が似合うって言われるからやっぱ着たくなっちゃうっていうのはありますよね。見てください、私前髪めっちゃ独特でも割れちゃうんですよ。大変けど直す。なんか変だけど、まあいいや。ショップ行ったら生写真売り切れてたからもう自分で作る。売り切れてたの？私のやつ？生写真、あ、ランダムの無理心？なんか私グッズのあれが分かんなくて、ショック。それは50カウント星投げ一周完了。スノーマンさんありがとうございます。ケープでガチガチに固めるのかと。レッスンの時とかは固めるんですけど、普段は固めないですね。こういうこう配信がある時とかは直したいんで、なんか前髪おかしい今日。前髪なんだ、前髪は180度です。めっちゃ高いですよ。私高温で一気にやっちゃうタイプなので。ゆきのの個別生写真売り切れてた。すごい、ありがとうございます。キーホルダー可愛かった。ありがとう。めっちゃ人気なんやね。いや研究生だから少ないんじゃないですか、用意してあるのが。っていうわけじゃないのかな。めっちゃ初々しい生写真
マリナちゃんハートありがとう。キンキンさん緑のだるまありがとう。パンは売り切れてたら安心もする。いや私もしますよ。だからその9期生もオンラインお話し会が売り切れてる子がいて、なんかすごいいいないいなって思うし、すごいなとも思うし、頑張ろうとも思うし、そうまだ入ったばっかだけど、やっぱもうそういう感情はありますよね。ヤシチさんバラありがとう。イトキンさんタコありがとう。あ、いいねもありがとう。ゆうやさんこんにちは。この配信も来てくれてありがとう。やばい、なんかめっちゃ目ゴロゴロする。メイクしました、さすがに。実はこれを、このピンをね持ってきたんだけどね、ハーフツインをやってみようかなと思って。ハーフツインは前結構やってたんだけど、そう鏡ないと難しいな。応援頑張るね、ありがとう。完売させたい日とかあったらおすすめの人アピールするのもあり。そうなんですよ、私アピールできてなくて、あのブログに1回書くの忘れたら次の日の12時まで、なんて言ったらいいんだろう、その1日しかないじゃないですか、あの応募期間9時、第9時とかの応募が。でブログに載せるの忘れちゃって、次の日のブログに載せたら間に合わないからめっちゃショック受けてるんです。本当にうわーしくったーと思って。そうでおすすめの日は一応書いといたんですけど、1日目、4月の一番最初お話し会のやつと、それはあざとゆきのって書いたんですけど、それとあとはカレーシャツ。でもどんなの着ればいいか分かんなくてまだ悩んでるんですけど、時間が意外となくてもう早いよねっていう。ゆきのさんは研究生になってどれぐらい経つの？3ヶ月です。3ヶ月。1月1日にお披露目、1月1日にお披露目というか、もう1月1日にお披露目しましたね。でも私はそのお披露目に出れなくて、コロナウイルスにかかっちゃって出れなかったんですよ。だからちょっと特殊なお披露目でしたね。私は昨日ブログコメント書いたよ。あ、見ました、見ました。なんか前髪の面積広すぎて恥ずかしいんですけど。カレーシャツって何着ればいいんだろうなと思って、難しいんですよね。なんかダボダボのパーカーとかでいいのかな。最近お父さんとバーベキューしてますか？いやー、それがしてないです。新潟に帰ってないので、そう帰りたいですね。まだ3ヶ月しか経ってないから。そうなんですよ、3ヶ月。でも私的にはもう3ヶ月って感じですよ。いやまだ3ヶ月って感じかな。なんか3ヶ月だとは思えないぐらいいろんな経験してきて、あの公演、9期生公演も始まったし、生写真とかも発売されてるし、グッズとかし、あの雑誌ボムさんにも載ったし、そう2006年生まれならまだ高校2年生ですか。高校1年生です。次高校2年生です。9期生には渋谷さゆきちゃんもいるんですけど、渋谷さゆきちゃんも高校1年生同い年です。富山県出身の子です。そう同じ地方組で、しかもめっちゃ近くて学年も一緒でめっちゃ合うんですよ。もう半年ぐらいいる感覚。やばい。それはカレーシャツとりあえずダボダボならなんでも OK ですよね。私もそう思ってて難しくて、もうなんか何したらいいんだろうみたいな。あのこの間大阪じゃなくて横浜で握手会があったんですけど、その握手会の時も
なんか先輩方がすごくおしゃれしてたりとか、可愛い服着てて、そう、名前に雪がつく。そうなんですよ、さゆきちゃん、さゆきちゃんなんてあんま読まないけど、さゆき本当好きですよ、さゆき。あ、そうだ、みんな聞いて、レイポンのお誕生日メッセージ、私一番最初でした。褒めて。旧期生は NNP 史上最速で成長してる。おー、ゆうみさんのおかげですよ。もうそれはゆうみさんのレッスンがあるから私たちは成長できるんです。はい、 TO なんで私、レイポンの。でもオタクっていうかもう恋ですよ、もう可愛いもん、あれは。ちょっと鏡ないと。なんか頭長く見えるな、やめようと。レイポンに確認したの、いや、レイポンから来ました、返信メッセージで。1番だったみたいな。恥ずかしい、3秒開けたのに。3秒開けても1番の人だと。3秒開けたんだけどね。ちょっとやばいね。レイポンにイラスト描いたよ。すごい。レポに言ってきますね。ミキノンといえばこの洋服ね、そういう方もいると思います。これのおかげでペンライト緑になったんで、レポン買いたくなる。わかる、買いたくはならないけど、その気持ちはわかる。青原姉妹、青原姉妹推しですが、何気にユキノもしてます。おお、私9期生の中というか9期生オーディションで一番最初に話したのは青原姉妹ですよ。はい、帰るセレクション的に帰る時に青原姉妹とお話しましたよ。 その時はゆかたんが犬なんても知らないで、ゆかたんが犬になるなんてことを知らないで。キュウキはユキの西山よしみん、ん？推しがですか？そしたらあのこの間の横浜の握手会すごかったんじゃないですか？この3人でやったけど、何の3秒？あの0時00分ぴったりでレイポンにお誕生日おめでとうって送ったら、なんか恥ずかしいから3秒ぐらい空けようかなって思って3秒です。気持ち開けた3秒です。最初姉妹と思った。え、なんかセレクション3次審査終わってセレクション行くときに番号じゃなくて名前で確か呼ばれて、でなんかその時に青原って続いたから、えみたいな。しかも若とゆかだから、青原ゆか、青原若って言われたから、すごいなんか似てると思って、で顔があんま似てなかったから、最初はそのマスク外したらちょっと分かるんだけど、マスクあると全然分かんなくて、でっていう感じかな。でセレクション始まるぐらいの時に姉妹がいるみたいになって、それで知ったかな。今日レイボー21時から。キクヤンさん、でも私は今日ショールームは9時半からなので大丈夫ですよ。30分だけレイボーに行ってくれれば。ゆかたんめっちゃピュアだよね。そうなのよね、ピュアなのよ。まさか旅行先がドッグラン。それ反省会で突っ込まれてたわ、みんなに。びっくりだよね。でも本当に思ってたっぽいよ、ドッグランが旅行って本当に思ってたっぽい。だから可愛い。あ、スノーマンさん可愛い、ありがとう。トラヒデさんハートありがとうございます。キクヤさんハートありがとう。タツオジさん桜ありがとうございます。ことちゃんもハートありがとう。
エアコン、アイロンです。アイロン。あ、ともみーハートありがとう。あ、だるまもありがとう。ちょっと足が冷たいな。はい、じゅんです。こんにちは。こんにちは。NNB48 9期研究生のゆきのんこと古川ゆきのです。ゆきのんの配信予定9時からになってるけど、9時半なの？あ、え、9時からになってましたか？え、直しときます。9時半から10時にしといたつもり。あ、違うかな？あ、9時から10時にしたかな？ちょっとごめんなさい。後で確認しときます。3時間になるようにやってたんで、多分。そうですね。9時から10時だわ。私が間違えてました。最初、9時半からにしようとしてたんだ。9時からでした。じゃあ私のとこに来てください。レイポンとこに行かないで。ともたんさん、バラありがとう。やすさん、こんにちは。最終枠は1時間枠だった。あ、そうだそうだ、そうそうだった。ありがとう、みんな教えてくれて。9時半からやるとこだったわ。危ないね。いっぱい話せるね。だね。いっぱい話そう。ちょっと待ってね。かよさん、タコありがとう。ちょっと前髪。ほら、なんか絶対ここで分かれちゃうんだけど、何これ。超嫌なんだけど。でもね、ここでくし通すと分かんないくなるのよ。別に前髪がそこまで命ってわけじゃないんですけど、テンションが変わるよね。よいしょ。お見送り会の時いつもバンして、うちは出してます。いつもバンしてくれてありがとう。名前覚えてね。え、ありがとうございます。覚えてます。名前じゃなくて、あのうちは名前はこれからじゅんいちさん、ウィシュマンさん、いつも出してますね。確かに。クラックさん、レインボースターありがとうございます。レイポンのところから星分取ってきます。あ、まあそれもまあありがたいですけど、ここでレイポンに釣られたらもう終わりですよ。北野大地さん、ハートありがとうございます。イトキンさん、ラブレターありがとう。北野大地さん、ハートありがとう。なんか冬のこのアイロンめっちゃ私好きなんですよ。あったかくて。もう夏は逆に嫌いで、いつも髪切っちゃうんですけど、もう自由に髪が切れないので、ちょっとでもこの髪の長さ結構好きかも。めっちゃ伸びてきたわ。救急車の中で前髪職人は誰ですか？レイナとか綺麗だけどね。船橋レイナめっちゃ綺麗。もうね、セレクションの時から思ってた。あの子すっごい前髪気にしてるなって思ったけど、めっちゃ綺麗なのよ。で、あとはてんなちゃんとかイケテンも綺麗。勝手に私が思ってるだけだけど。焼き鳥先生、ハート100個ありがとう。あ、北野大地さん、だるまありがとう。ダッチョさん、レインボースターありがとうございます。劇場公演行ってみたいな。え、来てください、ぜひ。どこに住んでる方なんだろう。遠かったら来れないっていう気持ちめっちゃ分かります。私も NNB 劇場行ってみたかったんですけど、新潟から遠くて行けなくて。そう、でも1回だけでも来てほしいですね。土日の公演とかぜひ。だるま100個ありがとう。
声低い子は前髪綺麗です確かに。いやでもあのさつき愛花さんはめっちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗、あれめっちゃ憧れる。絶対に崩れない前髪。星投げとカウントやっと終わった。脱力系デイジーさんありがとうございます。大阪だよ。え、大阪なんだ。え、来て来て、ぜひぜひ来てほしいです。私はうん、私来てください NGT 劇場に出張公演できれば地元、あ、そうですね、地元帰り、地元でやってみたいわ確かに。でも出張公演とかじゃなくてもなんか地元でやりたい、なんかやりたいですよね。メイクのやり方は自己流かな、それとも先輩に教わったのかな。自己流です。でも薄めに研究生っぽくみたいなのはあるんですけど、でも結局みんないつも通りって感じです。ゆきの NGT の劇場行ったことある？ないです。なんか入り口までは行ったことあるんですけど、入り口っていうか NGT 劇場の外見は見たことあるんですけど、中には行ったことないです。ボードにショールームの名前書いたらわかるかな。わかります、わかるわかる。あの私女の子のねファンっていうかがね特にわかりやすいかな。あのなんかさ、人によってファンの方のあなんて言うんでしょう、なんか違うんですよね。あのコヨリンとかってすごい女性のファンが多いんですよ。テンナちゃんとか。そうでも私はその男性の方が多いんで、たまに女性の方とかもいるとわーってなりますとかね。毎回来てくださる方とかいるんですよ、新潟から。男性の方でね、すごいと思う。それがもう私本当ありがたくて、もう遠くから来てくださる方もいるって考えたらめっちゃ頑張ろうって毎回思いますね。だからモバメの返信でめっちゃ朝早く、もう4時とかにこれから新潟出ますとか、これから新潟出て劇場行きますとかっていう返信が来るともうめっちゃ嬉しくて、もうリハから頑張れる嬉しい、絶対行く。来て待ってる、いつでも来れる時に。達おじさんハートありがとう。北野大地さんもだるまありがとう。新潟からだと3時間ぐらい、そう、うん、3時間ぐらいかな。もうちょっとかかるかな、4時間とかかな。ポストさん、桜餅ありがとう。ケイチットさん、はじめまして。 NNB48 9期研究生のゆきのんこと古川ゆきのです。今イベントに参加してるので応援お願いします。3位以内がラーメンを歩けるんですけど、神戸コレクションで。私今5位なので応援お願いします。結構高頻度でもおばめの返信とかブログのコメント見てるの、毎日見てますよ。毎日朝昼晩と見てますあの時差があるんでコメントって、そうだから高頻度で見ないと溜まってっちゃうんですよね。なんかこの間もあの握手会の前で、その世代交代前夜公演っていう今9期生がやってる、由美さん、石田由美さんプロデュースの公演があるんですけど、初の昼夜公演があったんですよ。でその昼夜公演の次の日が握手会で、その時はちょっと見れなくて、あのモバメの返信がブログはパパッと見れるんですけど、モバメの返信がすぐ見れなくて、ですぐ見れるんですけど、めっちゃ溜まってて3ページぐらい溜まってたんですよ。めっちゃ嬉しくて、いっぱい時間かけて全部読みました。世代交代通い詰めたい。めっちゃ楽しいね、それは。待ってますよ。
来世女の子になって応援します。いや、ならなくていいです。全然ならなくていいです。地方組の先輩は地元の仕事も頑張ってるから生きのもできるさね。そうなのよね。石田ピーノの褒めの写真やばかったぞ。え、どんな感じで？セクシーみたいな。ゆうみさんもすごいよ。公演とかイベントある日は返信増えるよね。そうなの、そうそう。普段はね、すぐ見れるぐらいなんだけどね、公演ある日はね、結構。ゆきの157センチなんやね。顔小さいから劇場だともっと大きく見えてる。え、本当？普通に身長伸びただけ。モバメの返信って今も開業が反映されてないですか？うん、されてないのよ。そうそう、スクショタイムください。わかんない。あの囲み会見の時これしかしてなかった。しかもさ、フォトセッションタイムなのにずっと手振ってんの。めっちゃブレるに決まってるよね。中学生は見ちゃダメなレベル。わー、ゆうみさんセクシーだな。時間大丈夫？大丈夫です。29分。ランキングもかな。じゃあ早いね、30分って。公演当たらんのよ。え、本当に？それはもう私たちからしたら嬉しいけど嬉しくないんですよね。なんか、なんて言ったらいいんだろう、いろんな方が応募してくださってるんだっていう嬉しさと、また来れない方いるのかっていう悲しさがある。じゃあ読みます。31分までなので。13位、ことちゃんありがとう。12位、しまじょうさんありがとうございます。11位、いなっちさんありがとう。10位、きんきんさんありがとう。9位、やしちさんありがとうございます。8位、いときんさんありがとうございます。7位、よもさんありがとうございます。6位、きくやんさんありがとう。5位、きたのだいちさんありがとう。4位、ともたんありがとう。3位、ポストさんありがとうございます。2位、スノーマンさんありがとう。1位、タツおじさんありがとうございます。あ、これゆうさんハートありがとう。ケイチットさん、レインボースターありがとうございます。ヨモさんハートありがとう。あ、タツおじさん桜ありがとうございます。なんか過去一短く感じるこの配信。ウィンクちょうだい。じゃ、いきまーす。せーの、はい。もうこれ毎回やってる。ほぼ毎回やってる。はい、終わります。ありがとうございました。次は5時からです。17時から17時半です。バイバイ。ゆうやさんありがとう。いなちさんもありがとう。一瞬だったね、本当に。かわいい、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。いつも1分。あ、終わります。バイバイ。バイバイ。